はい、こんにちは。映画紹介感想いきたいと思います。ショーシャンクの空にですね、これちゃんと見てなかったんです。今さらですが、はい、出ました、モーガン・フリーマン見ました。はい、まあ良かったですが、ただ言うほどって言ったらおかしいんですけど、はい、まあ1994年ですね。これちょっと間違えた。原作スティーブン・キングです。スティーブン・キングが大好きです。もう。で、監督がフランク・ダラボンさん。グリーンマイルとか、ミストとか作ったみたいですけど。グリーンマイル、トム・ハンクス出てましたが、本当はトム・ハンクスもこの映画にちょっと名前が上がってたらしいですね。ちょっとこの際なんで、スティーブン・キング原作、ちょっと書いてみました。キャリー、シャイニング、からスタンド・バイ・ミー、スタンド・バイ・ミー。最近、去年見ましたね、もう一回。で、イット。イットも最近の怖いやつなんですけど、良かったですね。シャイニングももちろん。それから、ミザリー、ミスト。ミストもなんか意外な怪物っていうか、なんか、でかい雲みたいなのが出てくる。なんか意外な展開に、これもちょっとびっくりする展開なんですけど。それからペットセメタリーとか。まだ他にいっぱいありますが、ざっくりちょっと書いてみました。いや、みんな好きなんですよね。あのスティーブン・キング原作、はい、そうですね、まあ、監督なんかすごく、まあ、ヒットする要素がやっぱり入ってるなっていうのはすごく感じました。率直な感想、監督さんのなんか撮り方もすごいいい、好きなもありましたし、そうですね、まあモーガン・フリーマンですかね。やっぱり何と言っても味があって記憶に残る、セブン、ダークナイト、ドライビングミス、デイジーすごく遅咲きだったらしくて、これでちょっと注目浴びたんですかね。それがもう52歳ぐらいからガンガンガンと、その前までなんかちょこっと舞台出てたりとか、ちょい役でしかなくて、やっと日の目をちょっと浴びた、この出てた時に、あの役者誰ぞっていうような感じになったらしくて、遅咲きの人ですね。まずでもモーガン・フリーマンが一番残りましたが、この人もティム・ロビンス、はい、親友役ですね、刑務所の中の。うん、まあみんなこの人は本当はやってない、冤罪で捕まった刑務所の中にいるみたいな設定ですかね。ミスティック・リバー、隣人は静かに笑うとか懐かしいですね。でトップガンとか出てましたね。はい、この人も記憶に残ります、もちろん。他、ボブ・ガントンさん、これ刑務所の悪徳な、所長ですかね、隊長ですね。まあこの人が最後、まあ悪い人がまあちゃんと捕まってっていうような流れも王道ですし、はい、 JFK、 ブロークンアローにも出てますね。ブロークンアロー懐かしいですね。アクション映画。まあ、他、囚人、すべて、あと、新人がいいタイミングで入ってきたりとか、新人の、あの、もみあげのね、こういう、なんか、はい、明るい感じの、いいタイミングで、この、ティム・ロビンス、
役名も言いたくなるようなあれです。モーガン・フリーマンがレッドでしたっけ。ティム・ロビンスが、まあ、最初から、脱獄を計画してた。ああ、あの時から考えてたのかっていうようなあれなんですけど、まあ、脱獄がメインではなく、中盤過ぎですかね。いいタイミングで脱獄のシーン、そしてどうやって脱獄したかっていうようなのがありますし、全部こう飽きずにいいタイミングで何か起きて、でいいタイミングで、人が、人の流れがあって、なんで、うん、でうん、途中で交わす約束、もし自分が、お互い外出たら、あるものはある場所に隠してあるので、それを見に行ってくれというような約束も最後見ていて、多分この約束は果たせるんだろうなっていう、最後ラストぐらいに出てくるんだろうなっていうところでやっぱり出てきますし、はい、そういった意味で、ただなんだろうな、やっぱり記憶に残るかっていう部分で、当時一緒に公開されてたフォレスト・ガンプとか、あっちもある種なんか王道な感じはしますけど、フォレスト・ガンプの方がやっぱり記憶に残る映画かなっていうふうに、ちょっと何かと比べると思いました。なんでこう、なんか今ネットなんかで一番好きな映画みたいので1位とかになってるんですけど、このショーシャンク、自分はそこまでではないかなって感じですね。はい、満足度91とかですかね、自分は。はい、でも本当に見終わって、いい映画一本見たなっていう感じになると思います。はい、うん、なんかなんつでもやっぱりモーガン・フリーマンですかね。味があるお芝居出てきただけで、うん、いいなっていう、じっくり見れますし、いい2時間結構長いんでしたっけこれ。まあこれ全員出てんだな、登場人物。143分。うん。でも、長く感じませんし、はい。おすすめでございます。全員、主力の人映ってるんですね。このおじいちゃんも、前半で、ちょっと悲しい、亡くなってしまうおじいちゃん。はい、そんな感じですかね。はい、今回はこの1本です。そしてあと2本、はい、ここ借りてみました。はい、スーパーマン。はい、これ実は見てなかったんですね。途中まで今見てるんですけど、出だしからいいなって思いました。はい、あ、こんな感じで始まるのかっていう感じですよ。はい、見てない人もしかしたらおすすめかもしれないですね。途中で見たくてちょっと見れない事情があって、早く見たいなって感じです、スーパーマン。はい、で邦画、これは嫌な女、黒木ひとみさん監督ですね、邦画。はい、木村佳乃さんと吉田羊さんだったかな。はい、借りてみました、早速。はい、今回はそんな感じでございます。はい、以上映画紹介感想でございました。またねー。